どうも、はい、毎度毎度どうもお世話になっております。はい、はい、やっぱねこういうのは英国紳士が似合う車だと思います。そうですね、今日なんか英国紳士みたいな格好してるじゃん。そうやろうそうやろう。どうしたんですか今日は。今日はな、はい、小学校の卒業式でお話をしてきました。小学校の卒業、あ、そうか、そうなんです。なんちゃって PTA 会長やった。そういや。ちょっと待って、なんちゃってついた。いやいや、だってね、普通 PTA 会長って言ったらね、あ、すごい俺の独断と偏見のイメージよ。なんとかざますとかって言いそうな三角形のメガネをかけたおばちゃんがこうやってそうなイメージなわけですよ。いつの時代の話よそれほんま。いやいや、まあそこまではいかなかったとしても、そうですね。なんか学校教育とはみたいな。とは？うん、俺なあのな。ほら市内のな会長さんたちの集まりとかあるんやけど合わんのや。やろうね。あ、無理なんよあれ。やろうね。だから行ってません。はみごやんけ。まですか。もうなおもんないんや。なるほどな。やっぱな面白い大人がいないと子供は面白く育ちません。そうそうそう。だけどそういう話をしてきた今日も。大人が楽しそうな顔してないとね。祝辞みたいなこと言ってきた。そうやで。さすがやな。大人が楽しくないとダメなので、コロナ禍でみんな大変ですが、大人が一生懸命頑張りましょうって言って。素晴らしい。はい。素晴らしいと思います。そうなんですよ。ということで、本題です。長かったな前。じゃじゃん。まあいつものことなんで。いや治りましたよ。治ったっす？はい。この間なんか悩んどったやん。ああでもないこうでもない言って、もうなまあホースジョイントパイプなわけですよこいつは。はいはい。でそのジョイントパイプのホースが、まあ、なかなかうまいこと入らんかってな。なんか言ったな、入らんじゃ外れんじゃクソじゃいって言ったよ。そうなら、まあ、サビとかね、うん、まあやっぱりその金属が変形する理由はまあいろいろあったんですが、はい、パイプが変形しておりまして、はい、クイックカプラーがちゃんと外れずに、そうですか、シコシコ磨いては、はい、なんとかすっくりつくようにしてみたいな、ただのクイックカプラーカチャンカチャンで終わるところに 3,4 時間かけたけんなお前。全然クイックじゃないやん。全然クイックじゃない、ただのホースの方がええやん。それやったら普通のバドの方がええわって思いながら「いやええじゃがめ」って思ったけどまあ無事にね治ったのでまあよかったかなと思うんですが、どうですかこのジャグワーさん。そうっすね、シルキー、いやすごいさ、なんかさシュワンシュワンシュワンしなやかね、ほんま。なんていう前にほれシトロエン乗ったよ、アイドルサスの。はい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 。あれとはまた違った、そうっすね、今方向性としては近いんやけど、あれとまた違ったこうなんていうシュワンシュワン感があるやな。そうね、なんやろな、まあやっぱほら誰かが変えとったけどハンモック構造って言ったけど、いやほんまこうちょっとなんていうのふわふわしてるね、ふわふわっていうなんやろうな、いいね。そうね、例えばな、じゃあこのじゃあそんだけハンドリングがふわふわなんかって言って、いや決してそんなことはなくてですね、割とこうやって農場ってハンドル切ってもちゃんと的確に打は効くんよ。はいはいはい。そうでなおかつ、ただこの上下にこう動くような時って言ったやんかい、その時はもう本当にシルキー。もうだけこういうギャップとか乗った時って言ってで路面のこういう継ぎはぎとか、この時にどんどんとは来るけど、わかる、なんかこう来るけどね、角が丸い。そう、角が丸い、それにね、なんだろう、これいい加減でかいホイールとタイヤやけど、そうですね、そうとは思えんぐらいあれやね、滑らか、めっちゃ平平分厚い、なんていう四駆とかそんなん乗っとるみたいじゃない。そうそうそう、だけど俺も運転しとって、この乗り味がどっちかっていうとな、ランクルとかのリフトアップしたやつに近いね、あれに近いような、そのなんていうこうゆったりとした乗り味って言ったらいいかな。だけどねあれですわ、これ椅子がええね。椅子がええやろ、椅子がええ、椅子ええやろ、これ椅子ええ、シートもまだええんですよ。ふかっとしとるね。そうでかといってなんていう、なおかつこうなんですか、言ったらこのエンジン正直な、これエンジン自体はな、結構まあなんていう、まあ、そんなに例えばセルシオのV パッチのようにですね、めっちゃシルキーなんじゃないんですよこいつ。そうなんですね、っていうかエンジンの存在が今まで全然気にしてなかったけど、まあ静かで滑らかでいいじゃないですか。これがすごいのは、うんはい、だからエンジン単体だけの性能で言ったら、うん、そのセルシオさんとかあの辺で使えるような V8 とかの方がよっぽど振動は少ない。ただそれを感じさせないぐらいのその マウント構造って言ったらいいかなを感じる。そうね。なんか止まっとる時の方が振動感じるな。そう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 。うん、止まっとる時の方が動かんけんやろうな。うん、だけん振動感じるやんでよ。じゃあひとたびをこのねスーパーチャージドパワーを発揮するようなことになるとでございますよ。もうどうなるんですか。お早い。ほらにゃーってよるやろ。にーってよるな。にゃーってよる。そうなんですよ。そうですか。猫になったな。にゃーって言ったやろ。いやいやでもあれやな、ええな。快速サルーンでございますよ。ほんま10万キロも走っとるとは思えんシャキッと度合いが半端ないですね。14万5千キロぐらいですね。14万5千でこれ、はい、これも内装もむちゃくちゃ綺麗やな。内装ピカピカやでほんまに。すごいな。そうなんです。まあなのでね、はい、まあ無事に XJR さんの方も水漏れが治りまして、はい、でまあ一通りの車検整備が終わりましたので、まあ、うん、これね。まあ市場の方を採集してで最後はあのコーティング作業もありますんで。あ、フルコースじゃないですか。はい。うちのフルコースです。はい。モーターさんぼったくってわやじゃないですか。そうよ、もうほんまに。あ、ぼったくってわやだ上にやな、間でなんと差し入れを2回も持ってきてくれたらっていう。2回。ああ、そうや。タコ船。タコ船食うたやろ。タコ船あれうまかったな。止まらんかったわ。そうやろ。そうですか。じゃあよかったですね。なんでですね、もうあのいい感じにね、はい、こうなってシルキーな乗り味で復活をしておりますので、うん、まあ今からがね、はい、こう非常に楽しみな一台かなと思います。はい、そうですね。いやでも俺もなんかこういう英国紳士の乗り物が似合うような男になりたいな。そうですね。つまり作業ズボンと T シャツではいかんですね。マジですか。うん、僕の中で正装ですよ。金髪で不精ひげが生えとんではいかんすわ。マジですか。はい。ちょっと俺も制服でも作ろうかな。じゃあ制服？制服っていうかなんていうか毎日着ても大丈夫なやつ。もうちょっとこうなんかおしゃんなやつある？いやーないな。もうええやん。スティーブ、俺はスティーブ・ジョブズだって言ったんやけど。そうや。そんな感じでええやん。スティーブ・ジョブズでもあれ多分ジョブズ100円の T シャツではないやん。まあな、多分な、ええやつやと思う。そうやろ。いや俺な最近気が付いてんけど、あの T シャツも100円の T シャツと例えば仮に5000円の T シャツ違うんですよ。まあね、まあ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 違うんですよ。まあまあまあ確かにね。なのでまあちょっとそのあたりも含めてね。ああそうですか。上質なものに触れていこうと。上質、まあ上質でなくてもいいんやけど、そのなんていうのな、やっぱちゃんと物は選んでね、やっぱあの過去から入るんで、どっちかっていうと。俺ユニクロ大好きやね。え？ユニクロ。うん。これもユニクロやで全身。俺もだって普段着なんかもユニクロ以外最近買わんもん。ほんまに。スーツとかぐらいやなお金使う。まあでも英国紳士の乗り物に乗ったらやっぱりちょっとそういうことを考えさせるような車なわけですよこいつは。そうですね。上質やなほんま。そうやろ。いいですわこれは。まあなんでね、あのこうしてまあ最後試乗の方をして最後仕上げの方をしましたらですね、はい、あのまたおじさんの方に無事にね、そうですね、お返しをさせていただけたらとは思っておりますので。でもコーティング大変やな。この黄色い砂の時期が来たんで。そうなんすよ。もうなんかせっかく綺麗なあの紺色のお車がもう見るもちょっと置いとくだけで花粉だらけで無残な黄色い花粉まみれになっとるね。もう俺もう鼻むずむず止まらんもん。俺もだって昨日おとついじゃあわ京都行く前に洗車して3日目ぐらいやのに、はいはい、もうむっちゃ汚い。そうやろ。うん、もうな濃紺色はそれがな、はい、唯一のねネックやな。ネックやね本当に。ああそうなんですよ。なんかいい方法はないんですか。それはね水洗いをしましょう。しょうがないです。じゃあ何やっけ、あの最近あれやろ、あのキーパーさんもあの浸水コートみたいなの出たんやろ。出ました。俺あれがええわ。浸水コート、うん、まあ賛否両論ございますが、だってあ汚れがつきにくい方がいい。うん、弾くより雨降ったらな。うん、水かけてんやん。ああそういうこと言います。え、ダメなんですか。いやいやいやいいんですよ全然、はい、全然いいんですよ。大丈夫ですよ。もう相田さんぐらいになったらもう洗車機買いましょう。ね、いやもう会社に洗車機置きましょう。いや高圧洗浄機はちょっと買おうかなと思うよ。ああチームのそうみんなから要望があるんですよ。いやまあそれはトラッカーはね洗いたいって言うでしょうよ。そうなんですよ。思います思います。そんなに洗ったらアルミホイルが減りますからやめてくださいっていうぐらいホイル磨きよる人もおるしな。まあそれぐらい磨いてくれるのがええことやね。ええですけどね。はい。思います。まあね気にしないよりは気にする方がいいと思いますので。じゃあキーパーコーティング頑張ってください。奥様に。頑張ります。ということで、ではこんな感じでまたね、エモい車があったら必ず試乗の方はさせていただいておりますので、ご安心して皆さんご依頼の方いただけたらと思います。エモい車限定ですか？エモい車限定。いやまあ大作業したやつは大体の。そうですね。まあでもこれはいいな。いいでしょう。いい。ということで、じゃあまた今後もよろしくお願いいたします。では、チャンネル登録、高評価、メンバーシップもよろしくです。ではまた。バイバーイ。